はい、どうもジェリーです。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、いろいろ更新来ております。まずは本日より始まりました WBC の侍ジャパン応援キャンペーンとしまして、WBC で、戦ってる侍ジャパンの成績に応じてプレゼントアイテム等がプレゼントされるということで、プレゼント内容は決まってない、まだ決まってない感じですね。1次ラウンドで敗退してしまったらハテナ、準々決勝進出だったらハテナ、準決だったらハテナと、もう優勝してもハテナと、優勝してください有無を言わずに優勝してください本日、もうつい今さっきですね、中国戦終わりまして 8-1 で勝利しました。おめでとうジャパン。さすがデスター社出ましたね。見てて面白かった。明日の韓国戦、まあ、この動画が上がる時にはもう韓国戦は終わった次の日の朝になってるのかな、多分なんですが、優勝目指して頑張ってください。いいアイテム期待しております。で次、ファンフェスタのツイートキャンペーンですね。こちらもまあビャーっといっぱいツイートされれば最高で S ランク、隔離 30% 自チーム契約書。え、 30% 確率の自チーム契約書めっちゃええやん。皆さんツイートしましょう。欲しいのでツイートしましょう。お願いします。今週の日曜日3月12日にプロスピエスファンフェスタ2022シーズンが開催されるということで、東京ドームシティプリズムホールにて開催されます。私はちょっと行こうと思っております、今回ここに。でちょっとね、考えてんのが、物販でいいもん買えればプレゼント企画やろうかなとか思ったりしてるんで、ぜひともチャンネル登録しといてください。何人に何人分配るかは決めてはないんですが、チャンネル登録だけしておいていただければ気持ちが変わると思いますので、ぜひともこの動画を見た方、まだチャンネル登録してなければチャンネル登録よろしくお願いします。で、新しいイベントなのかなこれ、今まで見たことないんですけどね、スコアバトルっていうのが来ておりまして、今回の動画はこれをやっていこうかなと思っております。3月12日の、8時59分まで開催するイベントで、ちょっと見ていきましょうかね。ランキングで戦うような形ですかね。はい、スコアバトルと所持チケットを使用して戦っていくっていうような形なんですが、まず普通にログインした時にグループに分けられたと思うんですね。赤組、白組、青組、緑組の4つに分かれまして、私は青組でございます。青組の皆さん頑張りましょう。このチケット1枚を消費して1セット試合をしていくっていうような形で、まあ、練習のところでステージ1からステージ6までを1セットっていう形ですね。それでどれだけのポイントを獲得できたのかっていうような形のイベントとなっております。で、ポイントを獲得したいランキング上位者には報酬がありますよっていう形ですね。1位から5位だと S ランク自チーム契約書、 A ランク自チーム契約書100エナジー、えぐ。まあ、あとはポイントの累計でゴールド契約書だったり A ランク自チーム契約書もらえますので、ランキング入れなくともここまではちゃんとやるようにしましょう。毎日にチケット2枚消費してやればこの累計までは必ず獲得できると思いますので、ランキング入れなかったとしてもこれは必ずやるようにしましょう。ではちょっとやっていきましょうかね。スタート。まずは、和田、ジョー狙え、奪三振、奪三振、三振取ればボーナスポイントと。同点を阻止せよ。最近ね、大谷にめっちゃ打たれてた。このフォーク、ボール球のフォークを打たれてた。くそ。
サノス、いや三振取りたいよ。終わっちゃった。誰もこれはボーナス取れるかどうかでランキングが変わってくるな。はい、誰、牧原、宗、伊藤、隅田に、めっちゃ来る、中村、なるほどね、これワンセットなかなか時間かかるな、これ。狙え、引っ張りヒット最悪。OK、 OK、 ボーナス取れるかどうかがもうランキング上がる重要なポイントになってきますね、これは。うわ、一気に増えた。佐藤テル、翔平、今日ナイスヒットやったよ。あ、なるほどね、こうやって入れ替えていく感じか。やべ、さっき無駄にしたな。変化球の嵐、やってもうた。うわー、クリアしないとすっげえもったいね。なるほどなるほど、なかなか進むにつれて難しくなってくっていう感じですね。電子取るやないけ。OK、 王さん、アグーわ、なかなか来るね。おー、会場空振りすると即アウト。見逃しは OK よね。 OK、 ファイターズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁ところですよね。先制して主導権を握りたい。ジャストミート、この打球は落ちた。 OK、 ワンバウンドヒットになりました。浅村、ラロッカ、足立、外、掛布、クロマティ、辰巳、秋山。さあ最後ステージ6、リアルスピード、これねーむずいで。ラロッカが打席に入っています。逆転、ふぅ、えぐ、危なー。いや無理やろ。あ、ラッキー、大会長、オッケー、あと1本。最悪、いや、きつ。これで今ワンセットやってみました。なかなか難しいねこれ。チケットは1日2枚まで獲得できますので、
必ず2枚消費するようにしましょう。1枚次の日に持ち越しってことはできませんので、必ずこれはその日のうちに消費するようにしてください。でまたこれはやり忘れないようにちゃんと報酬は獲得できるようにしましょう。これ2回目はちょっと頑張んなきゃな。はい、ということで本日は新しく来ているイベントスコアバトルについて話していきました。ちょっとだいぶ不甲斐ない試合だったな。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。WBC まだまだ日本頑張ってくれると思うので皆さん一生懸命応援しましょう。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。